どうもエルザです。それでは2王2やっていきたいと思います。さあ、前回だいぶ苦しめられたけど、今回はどうなるのかやっていきましょうかね。お、いた。終わったよね。なんとか上がってこれたけど、ちょっと足をやっちゃったみたい。バカがった。私はずっとあやかしは全て彼って教えられてきた。あいつはなんかと思って、それがいいことなのか分からなくなってきた。なんて、今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行って、すぐに追いつくから。あとこれ持ってって。この間のそう、お礼ぎっちゅう。ほう。え？うわー、なんか動いてる。やべえ。ふ普通に攻撃してくるんかい、あいつ。拝んで。そりゃ拝むよね。マジで？ショートカットか。よし。あれを抜けていく感じか。やばそう。とりあえず前に行く感じなのかな。500痛いんだって。500は痛いって。出てくるのがお前か。やばい。はい、錆びついた鍵やったね。一周。開けてる後ろはあかんやろ。それきついわ。まさかね、後ろを攻撃してくるとは。で、回復。あ、温泉あるじゃん。で、そこ開けて抜けてって感じか。待って待って。マッチンシャイ。やばいやばい。痛い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 ねー。あー、ラックミー。カッパ狙ったらまんまとやられたね。
で、うまいこと。やばいやばい。手段があるのかな。もし、いやーこれ落ちるね。きついね。それはきついね。一旦もめん。急に君出てきたね。はい、無事な。どれかな？さ、バク転。さ、レアアイテムくださいな。来たね。あー、四天王系か。なぎなた115か。もうだいぶレベルが上のが来たね、装備ね。レアが引ければっていう感じだけど。猫すりさあ行くか。痛い。意外とあの矢が弓が痛いっていうか銃が痛い。
こだ、さっきからやりたい放題してたやつは。お前か。まったく痛いじゃないか。でこれ開けるとショートカット回ってきたね。よしよし。でこれ開けて、おー決めてるの。お久しぶりっすね。来た。闇しっかり使うと、きついね。ふーで消えると、てめえ、まあライフ削れたまんまだから全然いいんだけど。そうなるとその直線で戦いってことなの？こういうことだよね。ダメか。消える。こっちゃ、ああ狭いところで戦えって、意地でも戦えってことだね。はあ、カウンターっていうか大技してこないね。大技は？あー、しかもひるんだタイミングで。さあ、床闇。
さあ、いけるか。いやーきついね。倒すか。うせえ、過去のボスが雑魚的ってそりゃえぐいって。まあこれで扉は開く。うわー、つながったねー。それはもうね、一回戻るよ。いやー、なかなかっすわ。まあいいのか、手に入ったのか。剣聖軽くはなるね。よし、さらに進もう。もうちょいかな。てか、もうちょいで会ってほしい。いやー、長いだけならいいんだけど、やっぱ強いからね。来たね。いや、そりゃやられるよ。あー、これは一旦引いて。ちょっとね、横に嫌なのが見えたんで。いやー、横いたなー。これ後回し。よし、オッケー。使わない武器なんだよな。だよね。ああ。悪くはないか。悩みどこやな。で、次はそっちの上。待って、何にやられた。屍狂いか。いや、いいや。君ね。
うん、やっぱひるまない敵は強いね。いやこっち食らったら終わりみたいなもんだからな。この辺りに小玉がいるね。出ない、てめえ綺麗に隠れやがって。痛い危なっ。まあやられるよね。おお、やっと来た。さあ、この先はボスになるかな。やっぱ重いんだよね。奉納しますか。能力開花はできんね。よし、ボス戦かな。ってことはあのでかいやつがいるってことか。巨人か。うわー、やべえな。ダイダラボッチ。いやちょっと待ってくださいね。それはちょっと待ってね。それはちょっと、どういうこと。いまいちわからん。それが避けれないってね。いやー楽ね。大ドラボッチね。ちょっと待って、それはあかん。
ついね。見る場所が多すぎるわ。さあ一つ目、ここに来て新しい動きか。はい、さあその目ん玉取ってあと一つ。それはいかん、それはダメだって。いくらなんでもそのハメはダメだろ。うん、まだった。怖い。よし、最後。さあ図が高かったぞ。あれ、よし、まったく。ってかダイダラボッチ手に入るんだ。さあ達成。まあ、何を喋ってるかは全然わかんないけどね。
ほう。またちょっと強そうなのが手に入ったね。赤鬼。落石ね、あんまり魅力は感じないね。さあ、ミッション終了といきますか。え、同期しろ。この力があればお前はもういらん。ほう、やられた。あ、しかも戻ってきた。いや、まだ死ぬわけにはいかんだけど、いやー、枯れてるね。あれ、こんなボロボロだったっけ。あら、あれ、勘兵衛、再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後まで。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に神職を忘れてすぐに、私は死と出会った。死より授かりしは、未来を見通す力。されど家主は己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。さあ、分霊のように白沢を宿した。え、母上マジで。うわ、全然なんか様子が全く違うね。マジか。私からもお伝えしたいことはありますが、奥であなたを待っているお方がいらっしゃいます。募る話がありましょう。そうだね。さあ、ちょっと話を。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力を持って日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院に。
向かってくれますか。ほう、平等院か。へえ、フォーキシャロについて。友の表現、さぞ驚いたことでしょう。大竹丸、藤吉郎についたあやかしの名です。大竹丸、大竹丸については美しい人々を恐怖に陥れた古のあやかし。しかし、いずこかより現れた若者のあやかしを滅ぼす刀で首を落とされ、大竹丸は今日の平等院へと封印されました。ところが、大竹丸の思念は赤き目の男へと姿を変え、人々に取り付き、うつしおで戦乱を引き起こしているのです。この世を改めて満たし、いつしか己神をよみがえらせんかため。はあ、あやかしを滅ぼす刀について。武士の力とあやかしを滅する力、刀はソハヤマルと名付けられ、人々へ受け継がれていきました。しかし、今やあやかしを滅する力は失われてしまいました。そう、私が死の間際あなたに託した小刀、それこそが砕かれたソハヤマルなのです。かつて大竹丸が封印されていた平等院、そこにはソハヤマルの秘密も共に眠っていると聞きます。その力を取り戻す手がかりをつかめるでしょう。はあ、じゃあ大竹丸を倒すのが最終目的になるわけか。じゃあ取り付いてる藤吉郎に取り付いてるあいつを引き剥がさないといけないわけだね。ほう、母と子。そうだね、向かうしかないもんね。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。ついに秀吉は全土を統一する王となり君臨した。いわゆる50に達していたが、動員欲さは衰えず、飽くなき欲望が秀吉の全身を支配していた。50か、この時代に50はだいぶよね。30後半でいい年だった気がするけど、まあ化け物じみてるのがそこもあるってことやね。さあ、ミッション達成ということで、ダイダラボッチね、顔面顔面が出てくるか。まあそうだね、夢路編か、まあ、特に今手に入った鬼の顎、そんなにレア度は高くないんだよね。もうだいぶいい感じにはなりつつあるけど、防具がそこまでって感じか。まあまあまあ、あともうちょいかな、2王2もね。まあ今回しかも話的にキリがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回は風魔の霊道だね。レベル100推奨が、いやー、それ言ったらさ、僕100も言ってない気がする。うん、93でしょ。ちょっと下回ってるんだけど、まあ頑張ってやっていこうかな。いや、一発が本当重いからね。はい。
ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。